え、なんで聞かなかった。全然カジ聞かなかった。うん、聞いてなかった。モデルが違うのかね。はい、ポーキーちゃん降りて。発送路の外やったら没収やない。ポーキーさんも場外頑張って。表彰式ですか。いや、景品の授与式。いや、発送路の中入ればいいよ。ジョンジョン。はい、セーフ。ちょっとさ、お腹減ってるけど先に。あの景品の授与をちょっとやりたいと思うんで、忘れないうちに。全然風邪吹かんの面白くなかったんやけど、ご苦労さんってことでした。とりあえず、これも一応やってることなので、当クラブとか個人の方から、豪華な景品を準備していただきましたので、それを、まあ、せっかくでございます、栄誉も兼ねてですね、お渡ししたいと思います。お渡ししたいと思います。いいですね。で、結果発表いきます。ポーキーちゃんはパイロンの方でトップで1000点だったんですけども、指定点が外れましたんですが、なんと片桐さんが先ほど見られた奇跡的な着陸で、1000点いただきました。で、2人とも1000点で同ポイントなんですけども、片桐さんはフライオフの結果飛びませんでしたんで、まあ、自然的にポーキーちゃんの優勝ということでよろしくお願いします。ちなみに結果にそれで言いますと、ポーキーちゃんが優勝。ありがとうございます。第2位が指定点急遽入りました片桐さん。で、第3位が両方とも実はポイントを取ってる人がいるんです。野々村さん。で、第4位が掛川の弟さん。これはもうパイロンの方ですね。ということで、今から授与をしたいと思いますのでお願いします。まず第4位の方から掛川弟様。これは開けての、今開けちゃダメよ。家へ帰って奥さんに渡して開けてください。奥様用です。軽いもんです。おめでとうございます。奥様用です。中からニャーって聞こえませんか。第3位、遠路はるばる野々村さん。おー、野々村さんです。おめでとうございます。とりあえず細かい仕様は広瀬君からメモって聞いてください。第2位片桐さん。はい、米じゃない方がいい。米じゃない方がいっぱいあるんだ。あるでしょ。いっぱいある。じゃあ俺こっちの景品出す。もっとうまいもん。いやいや、うち富山県産コシヒカリですよ。片桐さんにはちょっと非常に申し訳ないと思うんですが、非常に早く飛ぶ飛行機の ARF でございます。申し訳ないです。セスナでございます。早く飛ぶようになる。これをロケット仕様にお願いいたします。来年抱くときになってくる。で、3連勝になるの。3連勝になるの。いや、こっち、ちょっと変わった。これ X180 というカラー液晶で出てくる180ワットちっちゃいのありますんで、これ非常に使いやすい。ファンまでついてます。を差し上げたいと思います。なんと面白くないけど、ポーキーちゃん。面白くねえねえ。すまんねえ。刺さってないのにすいません。ありがとうございます。それでよろしいですか。はい、あれ全然。あと1個商品が出てきちゃいましたんで、第5位広瀬さん。違う、うん、そうやね。広瀬さんがパイロンで、600点いただきました。たけちゃんからのコメント、広瀬さん、よろしくお願いします。はい。いいのかな、これ。ということで、まあ、とりあえずの景品、こんなもんで、よろしいございますでしょうか。はい。それでは、食事されて、風もまあ、これから出てくると思うんで、食事したり、休憩したりして、フリーのフライトの方へ入りたいと思います。まだ何かどうしても俺が商品を欲しいってやりたい人は明日もやります。やりたいと思いますんで考えてきてください。よろしくお願いします。じゃあ商品をもらった人ちょっと集まってちょっと商品でちょっと集まって
一等賞真ん中ね。ポキだ真ん中。一等賞が一番大きいじゃん。もうちょっとこれ。一等賞に、一等賞、二等賞こっち。もっと二等賞。で、三等賞。で、まあ四と五はどうでもいい。はい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 。はい、取りますよ。取りますよ。嬉しそうな顔せんかい。つまんねえなー。つまんねえなー。面白ねえなー。これ変わんねえもんな。相変わらずだね。これ持って帰ると年に3回やってもいいって言われるかもしれない。はい、お疲れさんでございました。ありがとうございました。やっぱ年間ランキングで来年はラビを。嬉しく腹減った。